毛抜、形立ち無名は、福岡県太宰府市にある、宗教法人太宰府天満宮が所有する、平安時代の太刀である。国の重要文化財に指定されている。正式な指定名称は縦書きであり、一項の途中で二段構えとしているため、技術的制約から、毛抜、形立ち、無名のように表記される場合もある。とする場合もある。本作は、平安時代中期の平安時代から、鎌倉時代に見られる太刀の過渡期に制作され、明治8年に整理された、太宰府神社宝物目録では、菅原道真の所持品だったことが記されている。全長 83.3 センチメートル、波長 66.4 センチメートル、反り 2.8 センチメートル、元幅3センチメートル、柄長17センチメートル。しのぎ作り、丸胸、腰反り、かます切っ先。昇進に加え全身錆に覆われているため、作風は不明である。伝製品の毛抜形立ちの中では珍しく、柄と刀身が2箇所の鋲で留められる形状をしており、柄と刀身の分離が可能である。毛抜形立ちは平安時代に御所の警備を行う F の役人が廃用していたとも、平安貴族が外出または儀仗用として廃用していたともされており、柄と茎が一体でかつ、毛抜を左右に並べた形の透かし彫りがなされているのが特徴である。元太刀も他の毛抜形立ちと同様、自家刀からは暗刀への過渡期の形状を表しており、平安時代中期の制作とされている。毛抜形立ちは、後世の模造刀を除き現存数は限られているが、元太刀は昇進であるものの数少ない貴重な現存品として価値を有する。元太刀は、その由緒の特殊性から、1923年3月28日に、古社寺保存法第4条第1項の規定により、国宝の資格あるものとされ、1929年7月1日に施行された国宝保存法附則第3項の規定により、同法指定の国宝としてみなされ、さらに1950年8月29日に施行された文化財保護法附則第3条第1項の規定により同法指定の重要文化財とみなされている。刀身のほか、刀身収納用に、同社の神門である梅門の蒔絵が施された箱が現存する。この箱は、元太刀を丸々収めるためそれに合わせて湾曲されている。なおこの箱は、文化財指定の対象外である。菅原道真。なお本画で廃用しているのは、毛抜形立ちではなく、通常の太刀である。太宰府天満宮宝物感謝伝によれば、元太刀は、太宰府天満宮の祭神である、菅原道真が廃用していたものと伝えられる。死後、写法として同社に保管されていたところ、天正6年の秋月種真による焼き討ちで、同社本殿とともに、元太刀も火災に見舞われ、外装は焼失し、刀身も焼身となった。その後も、同社の写法として引き続き保管され、現在、同社の宝物殿にて保管。一般公開されている。宝物館以外での過去の公開記録としては以下のものが挙げられる。ありがとうございます。